イリア州は、ボスニア・ヘルツェゴビナの自治体である。同国の首都であるサラエボの郊外にあり、同国を構成する二つの構成体の、内ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦のサラエボ県に属している。1971年のユーゴスラビア社会主義、連邦共和国による国勢調査では、自治体の人口は2万3007人であり、その民族別の内訳は以下の通りである。 1991年のユーゴスラビア社会主義連邦共和国による国勢調査では自治体の人口は25,184人であり、その民族別の内訳は以下の通りである。ユーゴスラビア時代にムスリム人と呼ばれた人々は1991年以降のボスニア・ヘルツェゴビナではボシュニャク人と呼ばれるようになった。2002年の推計によると、 自治体の人口は15,277人である。民族別では、母主役人が13,401人で圧倒的多数を占め、ついで、セルビア人の1,072人、クロアチア人の644人、160人がその他となっている。2005年の推計では、自治体の人口の89%は、母主役人であるとみられる。 イリア州自治体は自治体の中心となる町とそれを取り巻く周辺の地区の大きく二つに分けられる。自治体の中心をなすイリア州の町は複数の地区に分けられ、最も都市化が進んでいる。中心地区にはおよそ1万人が暮らす。イリア州郊外の味噌茶は自治体で2番目に規模の大きい地区であり、およそ1500人が暮らしている。この地区の住民のうち千三百人は、 ボシュニャク人であり、250人がセルビア人、50人がクロアチア人である。この他に自治体には、ポドルゴビ、リエシボ、スタリリアシュ、マレシチの各地区が含まれる。ありがとうございます。